冥界第三帝国の後継者スキピオヌは五芒星軍の時丸とともに冥界第二帝国に囚われの身となっていた。冥界第二帝国の豊臣秀頼は冥界第一帝国の九郎と対面する。九郎は秀頼を挑発しスキピオヌと時丸を奪うことに成功する。しかしスキピオヌの姉であるアッシュが九郎を襲撃、スキピオヌを奪還する。スキピオヌは時丸の解放をアッシュに頼み込むが、アッシュはこれを拒否。一方、棟梁である高山右近を探す黒魔術軍の前に魔界水軍滝の方、冥界第三帝国お市の方が現れる。両者は冥界第三帝国への寝返りを進めるが、右近に代わって黒魔術軍を指揮するジュスタはこれを断り、魔界側につく意思表示を行った。そのジュスタと別れた滝の方は冥界第三帝国の参謀ユリド、アプサラスの力を借り、息子であり魔界に心を寄せる月夜叉丸を制圧する。九郎は魔界新選組を使い五芒星軍を殲滅する作戦を立てる。激しい冥界第一帝国軍、魔界新選組と五芒星軍との戦いの最中、冥界第二帝国豊臣秀頼が時丸を連れて戦場に現れ、スキピオヌとアッシュを呼び寄せ戦いを挑む。五芒星軍、冥界第一帝国、冥界第三帝国が入り混じり、混沌とした激しい戦いが繰り広げられ、劣勢に立たされたアッシュは鶴姫に助力を求め、二人は共闘し窮地を脱するのである。冥界第三帝国の後継者をめぐる権力闘争が魔界を巻き込み、その混乱は激化していく。そんな中、絆を深めるスキピオヌと時丸、その結末はいかなる悲劇を生み出すのであろうか。